皆さん、こんにちは。ジャーナリストの岩上泰美です。私は今、衆議院の第二議員会館の方に来ております。共謀罪、大変な問題がですね、今、国会で審議中なんですけれども、この問題について、民進党で鋭く政府に切り込んでいる論客である、民進党衆議院議員、山尾志桜先生にですね、これからお話を伺ってまいりたいと思います。ということで、山尾さん、よろしくお願いいたしまよろす。しくお願いします。といいますか、初めまして。初めましてなんですよね。ね、はい、番組では拝見しております。そうですか、それはまあ光栄です。山尾さんはもう本当に切れ味の鋭いですね、質問を国会で繰り返して、特にこのちょうどね、この保育園落ちた、はい、このブログの問題ではもう全国から注目を浴びられたと思います。うん、知らない方はもうね、山尾さんについて知らない方ほとんどいらっしゃらないと思いますけど、74年生まれ、まずは現在42歳、はい、すごく若い、はい、東大の法学部出て検察官に任官して、東京地検庁に、はい、なんかこう女性で弁護士出身というとね、多いんですけれども、検察官というのがね、すごい、まあ、ですから取り締まる側のロジックもお分かりになるわけですよね。そうですね。ね、そういう立場からまだお話を伺いたいと思うんですけど、2009年衆議院に愛知7区から当選されていると。そして16年3月には民進党政調会長にも就任されていたと、いうことです。時間がね、限られているので、はいはい、本当はいろいろとあっち行ったりこっち行ったりしながらお話を伺いたいところでもあるんですけど、はい、1時間しか時間がないということなんで、もうどん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 本題に入ってまいりたいと思います。はい、国会で審議入り、共謀罪法案の早期成立を狙う安倍政権の思惑とは何なのかと、うん、いうことなんですよね。4月6日、共謀罪、まあ、テロ等準備罪と言ってますけれども、うん、組織安全法、処罰法改正案が審議入りすると、今国会で何が何でも成立させたいと言ってるようなんですけれども、うん、まあ、公明維新、まあ、協力する方針でですね、うん、公明は4月いっぱいに衆院通過させられたとか、うん、まあもう言いたことなんですよ。うん、この急ぎ方はどのようにご覧になってますか。うん、そうですね、うん、まあ、金田大臣の、うん、まあ、答弁ぶりも含めてですね、はい、とにかく、まあ、この共謀罪がいかに問題があり、はい、そして大臣の資質にいかに欠けてるかっていうことができるだけバレないうちに早く終わらせたい。なるほど、もうこの一心じゃないでしょうか。また公明党は、まあ、確かに迷ったのか迷ったふりなのか分かりませんけれども、うん、まあ、抗えないのであればね、うんうん、とにかく都議選よりできるだけ手前で終わらしたいと、うん、まあ、なるほどね。うん、まあ、維新はもう初めからそのつもりだったっていうことなんでしょうかね。まあ、維新は与党でプレイヤーではないですからねそうですか、はい、分かりました。で、共謀罪法案のポイントっていろいろあると思うんです。で、ここでさっと一応はまとめたんですけれども、うん、その重大な犯罪に限るんだとか言っても277の犯罪があるということ、うん、それからですね、気になるのは団体なんだろう組織なんだろうってみんな思ってるんですけれども、うん、まあ、よく考えてみると、これ2人以上はみんな団体扱いされちゃうし、うんうんうん、その既存の何か団体として、うん、活動を行ってたんではなく、うん、ある日知り合った人たちが意気投合して何か話し合ったとして、うん、それをもう団体扱いされてしまうんですよね。うん、最初ね、はい、もう総理大臣も金田大臣も、はい、とにかく絞ったんだと、はい、その組織的犯罪集団で悪いやつらしか対象にならないと、うんうんうん、だから一般人の人安心してくださいと、うん、まあ、必死に強弁してたわけですね。はい、ただまあ結局、まあ、予算委員会で質問していくと、一般の団体なのか、うん、悪いやつらなのか、それは結局警察が決めるということなんですよね。うん、で、まあ、そこから広げていくと、結局、まあ、団体に限定はないと、うん、まあ、いわゆる自然環境を守るような団体から NPO 法人から宗教団体から、うん、はてまて草野球のサークルまで、うん、とにかく団体には限定ないと、うん、だけど、まあ、その普通と思われてた団体が、うん、ある時一変することがある、うん、犯罪集団に、うん、まあ、その一変したというふうに警察が考えれば、ここが捜査の手が入ると。問題は一変したといってもですね、一変して例えば草野球チームがですね、ある種暴力団に移行したとして、そんなことは普通は考えられませんけど、うん、で、
そういうことが考えられないから、うん、そういう、まあ、複数の集団が暴力行為を行って初めてなるわけじゃないですか、うん、本来はね、本来は、うん、もしくは本当にそのどっかにね殴り込みに行こうと言って、うん、凶器を準備したと、でもそれもバットだったりすると見分けつきにくいんですけど、うん、野球チームですからね、野球チームですから。でさらにはですね、それよりも前だった話だから、うん、前だという話はちょっとおしゃべりをしたっていう段階じゃないですか、うん、それを警察がどう判断するんですかっていうことですよね、うん、そうなんですよ、だから、まあ、よく私お話しさせていただくのは、はい、共謀罪って難しいですよね、はい、で、まあ、見てらっしゃる方なんか割と関心お持ちだと思うんですけど、それでも何が悪いのと、うん、何が怖いのと言われるんですね、はい、でも私も検事やってましたから原則は一応身に染みてるんです、うんうん、悪いことしたら刑務所だということですね、はいはい、でも今回この277の犯罪について原則と例外がひっくり返ると、うんうん、悪いことしたらではなくて悪いこと話し合ったら刑務所だというふうにひっくり返る、うんうん、でやっぱり捜査機関の目から見ると悪いことしたら証拠っていっぱい残るんですよ、はい、跡形が、なるほど、それはそうだ、うん、血のついたあの包丁であったりだとか傷口であったりだとかですね、指紋であったりだとかですね、その盗まれた場所に。だけど話し合いって基本残んないんですよね。今私若見さんとこうやって話してますけれども、あの空気中に消えてっちゃうんですね、話し合う内容というのは。だとすると何で証拠化するのかと、2つですね。1つは密告、なるほど、うん、今撮ってくださってる方がですね岩上と山尾があんな悪いこと話し合ってたと警察に垂れ込むか、あとは、まあ、今日こうやって、まあ、ここは公開してますよね、はい、だけどこれこっそり録画をする、うん、こっそりこのテーブルの下に、うんうん、まあ録音機を取り付ける、うん、あるいはこの会話が電話であれば電話を傍受する、うん、そしてもし私と若見さんがメールを交換して同じ内容を話していればメールや LINE にその会話が残る、なるほど、やっぱりその会話の痕跡を事前に網をかけて捜査をすると。しかもこれはあのこの人は悪いことをしそうだと、この人は暴力団員であるという特定ではなくて、あらゆる人がということですから、うん、つまりはこの個別にね、この人を特定して令状をもらって、捜査に入って、うん、そしてこの人だけに限って盗聴ではなく、もう全ての人を事前に、この全ての会話とかメール、LINE、メッセージ、それらを取っておいてですね、大量監視、まるでスノーデンが言ってたようなことですよね、そしてその中から引っ張り上げていくと、そういうシステムが現実に前提とされないと不可能じゃないですか、なので、まあ、さっきお話したように例えばある草野球チームが、うん、例えばオレオレ詐欺チームに一変するというふうに考えるとすれば、うんうん、その前の草野球チームの段階からこの時代から監視してなければわからないですよね、変わったかどうか。その変わる時がそもそも凶暴ですもんね、変わる時がこれが凶暴ですから、まさにここをつなぐものはですね、野球終わった後いっぱいやりながらこそこそと話したっていうところが、だからそのこそこそを、うん、しかも証拠化するといったらば、密告盗聴監視しかないと、はい、で特にこの密告については、うん、あの今回出された法案にも要するに自首したらあんたは軽くするよと、うん、こういうものが入ってますからね、やっぱこう密告をサポートする、うん、まあ、おせおせっていうような、うん、まあ、ものもちゃんと仕組みの中に入れ込まれているわけですよね、うん、だから私が申し上げているのは別にあの警察の人がねその違法な捜査をバンバンするようになることが怖いとは言わない、むしろ今まで違法だったものを合法的にできるようになることが怖いんだ、うん、なるほど、いうことだと思うんですね。違法捜査じゃなくて違法捜査じゃなくなるわけですよ、違法捜査じゃなくなるわけですよね、うんうんうん、しかもそれは人間関係を一変させますよね、ありとあらゆるところの、うん、つまり公的な会話だっていうふうに思い込みがちがだけど、公的ではなく私的なひそひそ話こそ秘密の、まあ、凶暴になりやすい話があるわけですから、それがまあ、あの親しい、あの友達同士あるいは恋人同士、うん、夫婦、家族、会社の上司部下、はい、あらゆるところで、はい、疑いがかけられるようなことが、うん、あったら密告の対象になり、うん、疑いがかかってしまった時点で、そんなつもり全くないって言ってもいや共謀したでしょ、あなたこんな話したでしょ、うん、と冗談であってもみたいな、うん、
ことになりかねないわけですよね。このことについてはですね、うん、自民党の ある議員さんが非常に正直にものをおっしゃっていて、うん、警察官僚だった方ですけれども、はい、平沢さんですか。平沢さんですね。まあいっか、もうテレビで言っちゃってましたので、監視社会にはなるんだと、はい、やっぱり、うん、それは今より監視は強まるんだと、はいはいはい、そして本当に一般人には関係ないけれども、悪いことをしてる人と近い人、親しい人、そば、はい、にいる人、うん、こういう人には当然、まあ、捜査は及びますよねと、うんうん、いうことを、まあ、はっきりおっしゃってるんですね、はい、私は自民党の中では立派な方だと思ってるんです、はい、ちゃんと自民党の今回のメモなんかには、監視社会には決してなりませんと、まあね、書いてあります、これやっぱり不正直ですよね、まあ、詐欺ですよね、詐欺ですよね、まあ本当に、ただ、まあ、間違いなく監視社会にはなる、はい、ということなんですね、うん、いやすごい怖い、うん、ものすごく怖いことだなだと思いますね、うん、で例えばどんなことが取締りの対象になるの、ちょっと例を挙げてみたんですが、うん、基地建設に反対する市民運動を工事を止めた道路に座り込むこと、うん、OK、例えば沖縄なんかそうですよね、はい、そうするとこんなになっちゃうんですか、組織的力業務妨害罪の共謀罪、これは法理上、法文上、当たりうるということになると思いますね、でもこれも、今ねすごく金田大臣は無邪気だから、うん、こういうふうに言うわけで、こういうのってなんないんですかって聞くわけですね、うん、はい、なりませんと、はい、で目的が正しい団体であれば、うん、犯罪目的じゃないから一般の団体はなりませんというわけです、うん、自然を守るため、うん、あるいはその環境を保護するため、うん、そういういい目的のための団体は取締りの対象にならないというわけですよ、うんうん、はい、でも私今度聞いてみようと思うんですけどね、はい、その政府の方針に反するような基地建設に反対する目的、これは金田大臣から見ていい目的ですか、うん、悪い目的ですか、うん、これはまず一つありますね、誰がこの目的のいい悪い、正しい正しくないを決めるんだということ、ね、もう一つ考えると、これ一応冠テロ対策ってついてますよね、うん、はい、テロリストたちのこの心の主観からすると、彼らいい目的のためにやってる人もいっぱいいると思う、うん、でそれの目的が本当にいいか悪いか私たちは判断することは多くの場合できないですね、うん、ただその目的を達成するための手段は、うん、これは断固として悪いわけですよね、爆破したりね、爆破したりとか多くの人を巻き添えにして無差別殺人をする、許さない、うん、要するにここが悪いからみんな取り締まってほしいって言ってるわけですよね、だからそもそもその人の内心を見てね、いい目的だったら取り締まりませんよ、うん、悪い目的だったら取り締まりますよって、これ金田大臣が自分が何言ってるか多分分かってないと思うんですけれども、多分法務省からのペーパーに書いてあるんでしょうね、でもおそらくそんなことで取り締まられたら余計、うん、私たちとしては、うん、到底ちょっとこう認められない、要するに内面を裁くってことは、まさに内面ですよね、ですよね、目的の是非で取り締まるか取り締まらないかを決める、ということはですね、でやっぱりそういう意味で私はいつも思うんですけど、総理は確信犯だと思うんですよ、うん、はい、でも金田大臣は多くの無自覚無邪気に喋ってますけど、二、うんうん、人同じこと喋ってますね、うん、もう従属犯ですよね。まあね、並列の共謀共同正犯というよりは、はい、まあ、主従があるような感じしますけれどもね、はっきり、はい、だやっぱりここはしっかり見ていかなきゃいけないと思います、本当にその目的の是非で取り締まるかどうか決めるんですか、そうですよね、基地建設っていうのは例えば安全保障という上で重要かもしれない、重要かもしれないけど、そのことによってその地域においては多大な例えば戦火を被る可能性がある、うん、これはもう両方どっちも言い分にもね、うん、正当性がある、こういうことってたくさんあるわけじゃないですか、それをもう、うん、例えばこちらが正しく、はい、こちらが悪いと、まあ、あらかじめ決めてしまって、うん、声を上げることすら許さないっていう可能性が出てきてしまうわけですよね、その市民の活動の、うん、その、まあ、適否をですね、うん、正しい正しくないを決めるのは少なくとも警察であってはいけないはずなんです、うん、検事であってもいけないはずなんですね、うんうんうん、まさにその今おっしゃったような価値判断っていうのは、うん、民主主義の過程の中で、うんうんうん、まあ、こうやってこう、まあ、バランスを取りながら、ね、うん、やっぱり市民全体、国民全体で最後解を出していく問題であって、うんうんうん、ここに警察権力が入ってくるなんていうことは絶対あってはならないですね、はい、沖縄の問題に関して沖縄の差別というようなことをね、やはり言われてますし、マイノリティの権利っていうのはともすれば踏みにじられやすい、うん、
まあ、そういう時に特に警官、現場にいる警官がドジンガーという発言もありました、はい、ということはあの警官たちにその判断を全権委ねるよというような方向に行くということは、まあ、心の中にですね極めてそういう差別的なね気持ちを持ってた人たちが、うん、お前たちの権利は踏みにじっていいのってなんていうことをこの、まあ、なんていうんですか実体化していくというか可能性すらあるわけじゃないですか。だからその日本のね刑法の原則っていうのは、はい、要するにその心の中とか考えてることとか、うん、話し合ったことは取り締まらないと、うん、基本的に行動に出たものだけを取り締まるっていうのが原則だったわけですよね。そうですね。行動に出たことが悪いかどうか、うん、それで他人に危害を加えてるのかどうかっていうところを、まあ、警察権力は見るんだと、うんうんうん、その目的が正しいかどうか、うん、何考えてそれやったかなんていうことは基本的には後の話なんですよね。だけどそれを先